自民党は中道左派です。この中道左派の自民党が今回増田裕也候補を推薦しております。公明党も推薦しております。そして小池百合子候補、この方が今ナンバーワンです。ナンバーワンのマスゴミがですね、そちらのねテレビカメラが推薦しているナンバーワンの候補です。今更ながらにね、この映像を撮ったところで残りあと何日ですか。こんなものもうどうしようもないじゃないですか。いやもちろんね、桜井誠3時間スペシャルとか作ってくれるんだったらいいけれどもね。いやそれだったら私3時間喋りっぱなし喋りますよ。ただね、もう今更撮って流したところでマスコミの偏向報道というのは変わらないんです。そして、まあ、先ほど言った通りですけれども、その小池百合子候補、この人はいろいろ問題があるけれども自民党と戦うって言ってるでしょ。あれ嘘ですよ。自民党席抜いてないですもん。普通だったら自民党から私抜けます、抜けた上で自民党と戦うんです、そう言うでしょ。でもそれやらないんですよ。そして、聞いたところ、これ噂話ですけれども、どこぞの宗教団体の婦人部ね、エスカ学会のね婦人部がなんか小池百合子の宣伝をしていると、エスカ学会の婦人部の方がですね自宅に来て小池百合子お願いしますと言ってやってたという話が伝わってきております。要するにこれはですね、中道左派自民党、そして人権左翼の公明党、この茶番劇に他ならないんです。